菊間町は、かつて、愛媛県の東予地方にあった町。旧野間郡。2005年に1月、今治市と菊間町を含む大地郡12町村での新設合併により、新、今治市の一部となった。古くから菊間がわらの生産で知られる他対応、石油株式会社があり、工業製品出荷額も多い。松山市と今治市の中間、今治市の最西端に位置。 特に急旬な山はなく、緩やかな丘陵地が広がっており、みかんの果樹園や里山等として利用されている。主要集落は海岸に沿って走る、国道196号や JR 予算線の沿線、及び、菊間川とその支流の中華流域に開かれている。温暖昭雨であり、台風等の災害もほとんどない。半世紀明治以降菊間村菊間町発足以降、 菊間町の系譜町村製紙工事、浜、あ、いう、長坂菊間村菊間町、西山、池原、高田、松尾、川の内河川村、川上、中川、助方、亀岡村、種江、今治市今治市、朝倉村、玉川町、並方町、大成町、吉海村、宮久保町、博多町、 上浦町、大三島町、石前村、アメージ41年1月1日調整施行。い、マイナス対象14年4月1日合体。右昭は30年3月31日合体。え、平成17年1月16日新設合併。新、今治市発足。今治市以下の市町村の合併以前の系譜は、それぞれの市、町、村の記事を参照のこと。 太陽石油四国事業所主力産業は、石油生成と菊間瓦製造、及び農業である。海岸を埋め立て、工業用地を確保してきた。国道196号と JR 予算線により、松山市や今治市に行くことが多い。四国旅客鉄道予算線、井岡目岡駅、菊間駅国道国道196号県道愛媛、県道164号河川の滝、 河川ダム、切り合いの滝、高泉城跡、松山シーサイドカントリー、河原のふるさと公園、加茂神社、河原館、昼目地蔵、客神社、海引堂の亀館として、五福島神社境内にある、日市連絡船長崎丸の船長、菅原三郎の銅像。ありがとうございます。